さん、こんにちは。さっき、した発表の日本語バージョンを読ましたいと思います。はい、ありがとうございます。みんなは怖いものがありますか？誰でも怖いものがあると思います。若い男たちがお酒を飲みながら話しています。善助、角次、熊吉、源太、八郎、いつもの5人で何が怖いか話をしています。おいおい、みんな怖いものがなんだ。俺は長くて細いものが怖いんだ。蛇とかうなぎとか。俺はカエルが怖いんだ。え、カエルが怖い？どうして？カエルは口が大きくて、それが急に開くと怖い。この基地は何が怖い？ゾウが怖いな。え、ゾウが怖い？どうして？この基地、ゲントは何が怖いんだ？アリ。へえ、アリが怖い？でも、そんな小さいものが怖くなくてもいいよ。善助。善助は何が怖いんだ？教えろ、こら。何が怖いか早く教えろ、善助。笑わないか。え？でも、笑わないか。笑うなよ。だから早く教えろ、善助。俺はまんじゅうが怖いんだ。まんじゅうってあんこが入ってて甘くて美味しいお菓子のまんじゅうかい？はい、そうだ、お菓子のまんじゅうだ。そう言うと、善助はトンネルの部屋に行って寝てしまいました。みんな、聞いたか？善助はまんじゅうが怖いって。聞いた聞いた、しなかったわ、俺。俺も聞いたんだよ。おいおい、いい考えがあるぞ。なんだ、その考えは。まんじゅうたくさん買ってきて、全スペンスを置こう。それは面白い。全スケはみんなに時々嘘を言います。だからみんなは今日は全スケが困ることをしようと思いました。全スケの怖いものをたくさん買ってきて、そばに置いたら全スケはどうするでしょう。泣くかもしれません。とても面白いです。みんなは頑張ってまんじゅう買ってきました。そして、善助が寝ている布団のそばに買ってきたまんじゅうを置きました。それから部屋の外で善助が起きるのを待ちました。わあ、よく寝た。気分が良かったぞ。あれ、まんじゅうかい。こんなところにまんじゅうかい。怖い怖い怖い。誰か助けてくれよ。誰か早く。部屋の外でみんなはと笑いました。みんなは戸を少し開けて部屋の中にいる善助を見ました。すると善助はまんじゅう食べていながら、助けてと言いました。どんどん食べて全部食べてしまいました。みんなは当然びっくりしました。おいおい、善助、本当にまんじゅうを食べたんだな。
10個も食べたんだよ10個。おいおい、善助、まんじゅう全部食べたな。なんだ、まんじゅうが怖いというのは嘘だったのか。おいおい、善助、本当に怖いものが何だったよ。熱いうちが怖いな。はい、みんなさん、聞いてください。